このグローブを使っていた子どもたちと将来一緒に野球ができることを楽しみにしています。自身のインスタグラムにこのように投稿したドジャースの大谷翔平選手。先月、大谷選手は国内およそ2万校のすべての小学校にジュニアグローブを3つずつ、合わせておよそ6万個寄贈すると発表しました。県内の各市や町の教育委員会によりますと、この大谷グローブが県内には早ければクリスマスの25日に届く予定です。今日時点の静岡朝日テレビの取材では、島田市や牧之原市など6つの自治体で25日に配送が予定されています。ただ多くの学校では冬休みに入るため、子どもたちの手元に大谷グローブが届くのは1月頃になりそうです。